写真拡大。ロッテは9日、J ・ジャクソン投手、32との契約を解除すると発表した。助っ人右腕の電撃対談が決まった日、取材に応じた松本球団本部長は、今の時点で詳しく説明できないと理由については言及しなかった。改めてきっちりご説明させていただきますと後日明らかにするとした。米大リーグのブルワーズから今季新加入したジャクソンは勝利の方程式の一角に入っていた。ここまで7試合に登板し0勝0敗1セーブ防御率 3.86.8 に体調不良のため出場選手登録を抹消されていた。この日井口監督は残念です、細かいことはわからない、コンディション不良としか聞いていないと困惑気味だった。広島に16年から3年間在籍し、リーグ3連覇に貢献した。特に16年には日本で自身最多の67試合に登板したタフネス右腕。本来なら今季もロッテのブルペンを支えるリリーフの一人として期待されていた。10日の西武戦、ZOZO マリンから今季初めて有観客で開催される。多くのファンが楽しみにしていた姿を披露することもなく、ジャクソンがチームを去る。